今回はいよいよ始まった春アニメの派遣候補作品を紹介していこうと思います。この動画では私が面白かったと思う作品を紹介するので、春アニメ視聴の際の参考にしてみてください。まず一作品目は、パリッ孔明。白箱などのお仕事シリーズや、エンジェルビーツなどのキー作品のオリジナルアニメを多く手掛け得意としてきた PA ワークスが、今回はなんと大人気漫画をアニメ化。もともと PA ワークスはアニメーションのクオリティには一定の定評があり、あとはシナリオの出来に左右されるという作品が多かった気がします。しかし今回は、次に来る漫画大賞2020年特別賞も受賞しているパリッ孔明のアニメ化なので、シナリオが面白いのは間違いなし。PA ワークスがパリッ孔明をアニメ化することはまさに鬼に金棒、鬼滅に UFO テーブルなのです。話の内容としては現代に転生した孔明が、今作のヒロインである駆け出しのシンガーソングライター月見英子の夢を叶える軍師として活躍するというお話です。孔明なだけあって現代への適応も早く、転生ものにありがちな最初の転生先で戸惑うみたいなシーンも少なくノンストレスで見れました。どちらかというと、ヒロインの歌手としての活動が主軸になっている話だと思います。1話も素晴らしい出来だったのですが、この作品の醍醐味はやはり2話から。ヒロインのピンチを孔明の知略によって救う展開は爽快感あふれるものでした。今期の話題作であることは間違いなし、もう、パリッ孔明って名前からインパクトがありますよね。ぜひ気になった方は視聴してみてください。2作品目は、アワシ。サッカー漫画原作のアニメなのですが、部活の話ではなく、J リーグの男子高校生年代、J ユースに焦点を当てた作品らしいです。この作品1話の完成度がかなり高かったと思います。主人公の性格がよくわかり、家族や友人周りの人間関係も描かれ、さらに主人公を導く存在との出会い。これが1話で全て描かれていてなおかつ面白かったので個人的に期待作です。そしてスポコンものとして重要なのはやはり作画ですが、PV を見る限りだとかなり気合が入っている感じだったのでサッカーの試合シーンにも期待できると思います。こういう作品はチームメイトやライバルキャラが出揃ってからが本番ってとこもあると思うので、どんどん面白くなっていきそうで楽しみです。王道の熱いスポコンアニメが見たいという人はぜひ見てみてください。3作品目は、サマータイムレンダー。アニメ好きの中では1話放送後、そのストーリーの完成度と続きが気になりすぎる展開で一躍話題となった作品です。いわゆるタイムリープもので、1話の中にも伏線らしきものが大量にあって、登場人物みんなどこか怪しく見えてくる。もうこれは毎週待ちきれないなって作品です。にクール放送が決まっており、原作の最後までやるらしいのでこれは見て損はないんじゃないかなと思います。まだ謎だらけなのであんまり語れることはないですが、夏かけるタイムリープものっていいですよね。この作品サブスクだとディズニープラス独占配信なのですが、TVer で1週間無料配信を行っているのでぜひ見てみてください。最悪無料配信期間が過ぎて1話見逃したという人は、ジャンププラスというアプリで原作の最初の方が無料で見れるのでそこで1話分だけ見て、アニメに追いつくという方法もあります。ラストは人気度で言ったら今期ナンバーワンのスパイファミリー。原作が大人気と聞いていたので、どんなものなのかとアニメを見たら、やられた、こりゃ面白いわ、というストーリー展開でした。スパイ、心を読める超能力者、殺し屋の3人のそれぞれの思惑がうまく混じり合い、家族になっていくという展開は気持ちいいほど見事でした。この作品のすごいところは、かっこいい展開なんだけど、どこか面白さもあり、さらにほっこり感動してしまうという3つの感情を同時に動かされるところかなと思います。それをより強固にしているのがやはり気合の入ったアニメーションと、シンクロ率が高すぎる声優さんらの素晴らしい演技ですね。特に種崎さんは一つ一つの演技が素晴らしい上に、演技の幅が広すぎてビビります。そしてアーニャがめちゃくちゃ可愛く描かれていますよねこの作品。2話で3人が揃ったので、これからお互いの素性はどうなるのか、どんな展開が待ち受けているのか気になりますね。この作品はまだまだ有名になって大ヒット作になる予感がするので必見です。いかがだったでしょうか？今期は豊作で他にも面白い作品がたくさんありますよね。今回紹介した作品以外では、続きものだと、かぐや様は告らせたい、が超面白くて。期待作はマッパ×酒井宗久監督のゾンビランドサガタッグが手掛けるバレエ漫画のアニメ、ダンス、ダンス、ダンスール、ですね。
皆さんの今期の推しアニメもコメントで教えてください。それとしばらく動画投稿を休んでいましたが、春からまた活動していくので動画を見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。